ご紹介預かりました菅野と申します。本日はよろしくお願いします。これ取って話しても大丈夫ですかね。大丈夫かな。大丈夫そうですね。はい、あのこれね喋ってると結構息苦しくなるんでちょっとすみません、あのここにガードがあるのをいいことに取って話したいかなというふうに思っております。菅野と申します。大阪から来ました。あの最近大阪公立大学というのが、まあ、できたというかですね、昔でいうとこの大阪私立大学と府立大学が合併して、でほんまは大阪都立大学にしたかったんやけど大阪都構想がちょっとあんまりうまくいかへんくてですね、そんなどうするって言って公立大学という名前になった、すごく安直な名前の大学になってしまいましたけども、略称あの公立の校でハム大と最近言われてしまってますね。ハム大から参りました。でまたこう地理学というちょっと変わった学問をしておりまして、専門から言ったら被災者支援とか災害とかあんま関係ないのちゃうのと思うかもしれませんけども、まあ、実はフィールドに出てですね、いろんなとこに調査に行ってっていうのは基本スタイルでございまして、なのでなんか災害があるとですねそこに行って一緒に、まあ、言ったら研究するだけじゃなくて、これそうどうしようかと今からいろんな問題出てくるけどもなんかこうどうやってやってたらええか分からへんっていうような地域であるとか自治体の皆さんと一緒にほんまに災害対応を一緒にするっていうこともこの数年よくやってまいりました。なのでそういったところからですね、もういつもいつもなんかこう被災者支援っていうのはうまくいかへんなと常日頃思ってたんですね。でそれをちょっと形にして、最近災害ケースマネジメントという言葉で呼んでますけども、そういうふうに呼んでみたらどうかいなと、言い出してですね、今はいろいろそれこそ徳島県さんもそうですし、いろんな他の被災自治体さん、まあ、被災前の自治体さんもそうですし、まあ、国なんかでもやっていきましょうと。で当然その裏には民間のいろんな団体さん、例えば社協さんであるとか NPO であるとか、放送家の皆さんとかですね、メディアの皆さんなんかもそうなんですがやっていきましょうということになってます。で、まあ、その実は先鞭をつけていただいた自治体の一つ、特にまだ災害が来てへんのにやろうよと言い出した自治体、一番最初が徳島県いうことになっております。なので皆さんは実は日本の先頭に立ってらっしゃるような、ここの対応をいろんな県が見てらっしゃるし、いろんな自治体が見てらっしゃるし、国も見てらっしゃると、まあ、そういう位置にいる中で、まあ、こういった言葉を進めようとしていただいているということになります。なので今日はほなこの災害ケースマネジメントって何かなという話とですね、なんでこんな必要やねんと、今までもね災害大国災害大国言われてたので、もっといろいろできるやってることあるんちゃうか、うちの国はうちの県はうちの市はと思われるかもしれませんけども、あ町村忘れてましたね、うちの市町村はと、思われるかもしれませんが、実はなかなか災害対応特に被災者支援やりづらい社会で我々は生きてるんですね。まあ、それをどう変えていくのか、そのきっかけに今日はなるといいなというふうに思っております。で僕のですね、一番の実は思いと言いますか、これなんでこうなんのかなというのが端的にわかる写真がこの2枚なんですね。左側の写真、これ古い写真です。1930年、戦前ですね、戦前の北伊豆地震の避難所の写真、なんか寝転がってますね、あの下にこうねなんか板の間みたいなところに引いて、布団引いて、ああこれ戦前やしな、しゃあないな、これぐらい、しんどい状況でやってもまあしゃあないかなとこう思うかもしれません。右側2016年の熊本地震、ああもうねだいぶ経って最近の地震ですね。最近ちょっとこうコロナ禍でもう少し避難所きれいになってしまったんですが、まあちょっと前はこんな雰囲気でしたね。ああまあ、そらだいぶな、戦後も明けて復興して高度成長して先進国になったから、まあそれはそれは素晴らしい被災者支援がと思うかもしれませんが、どうでしょう、2つの写真見比べるとなんか違いありますかね。右はカラーで左は白黒、それぐらいですよね。はい、そんなもんでしかないかなと思う。まあ、みんな同じように寝てる。これなんでやろうと、こんだけ災害が多い国でなんでこんな板の間で寝るようなことになってしまうのか。でもちょっと考えてみるとどうでしょう、あのお年寄りの人とか障害持った人とかここでなかなかちょっと生活できそうもないですよね。よく起こりますね、あの災害のために生活不活発病みたいなね、 ADL 下がってまうとかですね。でもっと言うとこういう板の間に引いてて下手すると土足のとこに布団が引いてあるなんかしたら、もう一気に感染症が広がってしまったりとか、
こんな状況をずっと続けてたんですね。で今コロナ禍になってちょっとこうね、感染症でこうパーソナルスペース作りましょうっていう話になりますが、収容人数激減してるはずなんですよね。ということはみんな避難所に来られへんようになってるっていうのは今の状況ということになりますが、まあなんでこんだけ時間があったのに、1930年やからもう90年前ぐらいですね、92年前の状況と私たちは同じ状況を生きている。でもっと言いますと、この避難所の水準、今ねウクライナとかでも難民支援してますよね。ああいった国際的な人道援助の水準から見ても著しく落ちてます。ものすごく低劣です。一応先進国ですよ我々。こんだけ豊かな、今日もねすごいホテル立派な会場であるのに、なんで災害が起こったらこんなことになってしまうのか、これが実は僕のこの問題の一番大きな関心事でした。でこの混乱の理由、実はそれに手当てしようっていうのが災害ケースマネジメントっていう考え方なんですね。で僕がイメージする災害法制ってこんな法制なんですよ。あの別にこれ誰も被災されたことを困らせようなんて思ってないわけですよ。でもなんかあれこんな水準の避難所になってしまうと、これやっぱなんかルールとか考え方が悪いわけですね。で例えばねこう女性の皆さんとかさっきみたいな避難所で長期間生活したいですか？ぶっちゃけ嫌ですよね。で毎回大きな災害が起こるたびに例えば性被害の話とかね出てくるんですよ。そこでこうレイプ事件が起こってしまったりとか出てくるんですね。でもっと言うとあそこで長期避難してずっと暮らすってなったら下着とかどこで洗って干します？そういうことも何も配慮はされてないっていうことなんですね。なんでこんなことなんねやろうと。でも片や災害対応すごい上手いところはあるんですね。私の思うこれまさに下側のところです。インフラ、例えば高速道路とか、まあ、道路川、海岸のね堤防の部分とかそういうのってどんどん治っていくんですよ。で、学校とかそういういわゆるハードの部分っていうのは日本の災害対応で非常にうまいです。圧倒的に早く治っていく。でもその上になっている、暮らしの部分ですねが、まあ、貧しいまんま今戦後すぐのバラックみたいな状況が、の方家が建ってますし、その横にですねニョキ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 っとこうちょっと建て付けの悪いなんか家ができている。正直言うとこういう構造に、まあ、法律がなってしまってるんですね、まあ、ここにすごく大きな原因があるだろうというふうに思っています。でさらにですねこれ災害ってなんだと思われたか、この災害のイメージっていうのもですね結構人によって違うかもしれませんが、ここにもね実はヒントが隠れてるんですね。皆さんちょっと災害って今頭の中に思い描いていただけますか？多分いろんな方思い描いたと思います。例えば地震やとかね、まあ、徳島やったらそら南海トラフ来るから津波が来るでと思われますよね。半分正解なんです。でも半分それだけではないんですね。実は災害って定義、実は国際的にも、学問的にもこういう定義を使ってるんです。もう正確に言うとちょっと書き方は違うんですが、まあ大体同じなのでこれ見てください。災害、ディザスターっていうんですね。災害とは危険を引き起こす加害力、まあ、これがさっき言った地震とか大雨とか津波とかこういうもんですよ、に社会の脆弱性が掛け算したもの。どういうことか、誰も住んでいない、砂漠のど真ん中で阪神淡路大震災級の地震が起こったと考えてください。これ災害でしょうか？何の被害も出てないんですよ社会に。これ災害じゃないんですね、ただの自然現象。でもそこに家があって暮らしがあってってなると災害、こういうことなんですね。要は正確に言うと災害とは危険を引き起こす加害力ハザードと社会の脆弱性バルネラビリティの関数であるっていう定義をよく取りますけども、社会の弱いところでダメージが出て初めて災害なんですね。だから例えば家建てられる時とか建築されません、今あんなバラックみたいな掘ったて小屋建てたら、いやごめんこれは通らんって建築許可出ませんと確認できませんと、そういう話出ますよね。どういうことか、要は災害の一定のレベルの揺れがあっても壊れないようにとか、火事になっても燃え広がらないようにとか、
あらかじめ災害を避けるための設計をしてるわけですね。だから弱い部分、脆弱性を減らしてるのが建築基準法とかですよ。だから、あ、多少の揺れがあっても崩れないなと、まあ、こういう家に住んでいるということになるわけですけども、これがいわゆる防災とか減災って考え方ですね。だからね、こう危険を引き起こす加害力、要は地震止めろなんて言っても止まらへんわけですよ。それはでけへんからダメージ減らしましょうっていうのが防災とか減災っていう考え方になるということです。で、このでもダメージ、社会の脆弱性、今ね家の壊れやすさっていうのは分かりやすかったですけど、なんかそれだけにとどまらないんですよね。いろんなダメージの種類があるわけです。で、実際ダメージもあのいろいろ原因も理由がね、こうたくさんあります。今津波とか地震とか 原発の事故なんかまでダメージなわけですね。ダメージの原因で、それが違ったら全然逃げる方も違うし、生活のね仕方も違うし、いろんなことが違ってくる。で、当然自治体がこうなんとか災害対応しようってしはるので、その、まあ、言ったら能力とかどれぐらいお金持ってるかとかですね、人口が出てしまった出なかったとか、都市部なんかこう集まってくるんです、災害起こると。徳島市なんか結構集まるんちゃいますかね、あの南海トラフ来たら人が、感じがしますけど、そういう騒音も出ますし、今家の話だったら分かりやすいけど、例えば家は大丈夫やってんけど、うち事業所全部やられてん、そうしたら生活成り立たないですよね。仕事とか雇用、そういったもののダメージですね。あと持ち家とか借家、まあ、言葉あるんですけど、借家暮らしの人やったら他の借家見つかったら引っ越せば一応終わりですよ。でも持ち家になったら、いやまだローン残ってんねんけどとか。で、さらにはよう聞きますよね、全壊とか大規模半壊とか一部損壊とかですね、災害起こるたびに新聞紙上を賑わす言葉がありますね。これ何かって言ったら家の壊れ具合なんですけども、これで支援制度使えるものが変わったりするんですね。そうそう、あ、隣は全壊やから、あ、仮設住宅入りはるわって、うち結構住むの大変なんやけど半壊やから仮設住宅入られへんねんみたいな、まあ、こういうことが変わってきたりとかですね、当然入った仮設住宅、最近、ね、プレハブとかだけじゃなくてみなし仮設って言って、最近もう正確に言うと今借り上げ型民間賃貸住宅って言いますけども、アパートを仮設住宅として扱うことが増えてるんですね。なのでそういうところに入った人と、いやいや入られへんくて在宅でとどまってるみたいな人、全然違う形になりますし、まあ、いろんな料理がありますが、一番最後のところですね、ここも社会の脆弱性の非常に大事な部分、高齢であるとか障害を持っているとかですね、障害があるとかですね、生活困窮の状態にあるとか、いわゆるもともと平時からの社会的な脆弱性というところもものすごい絡んでくるし、それにどういうふうに地域が応えてたのかによっても、あ、うちの地域やったらあそことあそこにな、おじいちゃんおばあちゃんいてな、あの人たちをちゃんとな避難させんと難しいしな、あそこ多分家壊れたら結構ね年金暮らしで大変やからなとか、でも今から把握してるからなんとか逃げれるようにしてそのことも考えようなって、平時からねこうつながりがあったらまだなんとかなるかもしれませんけど、うん、うちの町いっぱい高齢者は統計上いることになってんやけど、どこに住んでるか分からへんし、つながりもないし、その人に対して誰がサービスしてもよう分からへんねんな、そうなったら当然災害後、ね、被災者生活再建支援に全然違いが出てきそうですよね。こういうことも実は変わってくるということになります。今ちょっと前置きが長くなりましたけど、まあ、こういう中でですね、今みたいな話ちょっと前提していただいて、災害ケースマネジメントって考えていきたい。今日この4つ、まあ、最後はちょっと、まあ、今の動向の紹介なので時間ある限りとしようかなというふうに思っているんですが、3つ目まではちゃんと話したいなと思ってます。1つ目がですね、さっきの避難所の写真、なんであんなことなんのか、いきなり答え言います、いきなり答え言いますので。で、2つ目、なんでそんなことなってんのか、その答え言ったら、まあ実は見えてくるのはですね、被災者支援の制度のあり方がいわゆる社会保障、ね、福祉とか医療とかそういうモードの中でよく分かってくるんですね。で、3つ目、まあ、その問題点を埋めるための災害ケースマネジメントという考え方をちゃんと考えてみたいと思います。で、4つ目は今あのそういうのをどういうふうに全国進めているのかなと、これはこうヒントにしていただきたいなということでございます。1つ目からいきましょう。今日もし1つだけ覚えて帰ってほしいスライドがあるとしたらこれです。というのが、私が喋ることよりも今どういう風な制度になって、皆さんが被災があった時にいざ困ったらどうなっていくのっ
これが1枚の図で表れてるから、だから今の制度はこうなってますよと。ちょっとだけ言っておきますね。まず災害起こりますと。で、左側に住家被害とか人的被害とか収入減少とか、まあ当然災害起こるとダメージを受けるわけですよ。で、そのダメージの種類が書いてます。で、右側にいろいろどういうふうにやるのかなと、で、時間の経過とともにどういうことをやっていくのかなというのが書いてあるわけですが、まず災害起こったらひとまず誰でも支援を受けれるんですね。避難所等での救助って書いてます。これがいわゆる災害救助法という法律であります。古い法律です。これ1947年の法律。この法律で今でも市町村の皆さん結構多いですよね今日ね、避難所を開けて何か支援するといったらこの法律を使うということになりますね。だから誰でもそこに来る、まあ、避難所にさえ来れば、まあ、とりあえずいろんなサービスが受けれますよと。例えば食料物資、生活必需品であったりとか、で当然屋根ですよね、避難所という屋根、こういうのが受けれるんですが、ここからが変わってきます。上の方に罹災証明というのが書いてあります。これいわゆる家の壊れ具合、さっき見た大規模半壊とか全壊とかそういうものなんですね。そこを境に、まあ、罹災調査っていう調査をするわけなんですけども、全然受け入れることが変わってきます。何かそこで家がめっちゃ壊れたね、まあ、例えば全壊みたいな人は支援受け入れるよと。でも半壊とか準半壊あんま支援ないねん、ごめんなと、まあ、こういうことになってるんですね。要はほとんどの災害時の支援制度は家の壊れ具合に紐づいてる。しかもたまたま住んでた家です。持ち家か借家は関係ありません。ローンの有無なんか関係ありません。全部同じです、一律です。そういう形で決まっているというのがほとんどになります。例えば家がすごい壊れた方、住むとこないやろ、大変やろ、応急仮設どうぞなるわけですね。で、それだけだとちょっと生活さ成り立たへんやろから、被災者生活再建支援金というのが、被災者生活再建支援法というのに基づいてお金が払われて、でここだけちょっと違うんですけども、弔慰金、災害障害見舞い金というのは、まあ言葉あれですけど、世帯の誰かが死んでしまったりとか、本人が障害を受けて、かなりきつい障害をこう負ってしまった場合は見舞い金が出る。まあ、あとは貸し付けもあるんですけどね、援護資金っていう、まあ、貸し付けはみんな使えるということにはなってるんですが、そういうものがある。このあたりが災害の法律に基づく皆さんを支えるためのですね、お金とか支援制度ということになってくるわけですが、さらに下の方に平時の制度、例えば、ね、お年寄りでほんな介護保険どうすんねんって言ったら、あ、いいよ今使えるけども、ちょっとな、今支払いできへんねんってなったら、ああ、いいよ、それちょっと減免するなとか、援納していただいてええよと。まあ、言ったら減免と援納が基本になるんですけども、そういうので、しばらくちょっと使ってやっていうことができるということになってますが、ここは、言ったら、支払いの先送りですね。パワーが増えるわけではありません。いきなりめっちゃ支援いる人増えてんけど、そこにどうしようって言ったら、いや、それはまだちょっとそこまで人増員できまへんねんと。まあ、こういう形になってるんですが、減免援納はできると。になります。で、他にちょっと間を置いてね、てん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 と、で、何回トラフ起こったらここの対応が間違いなく入るなとは思うんですが、てん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 って書いてるの、これ大規模災害の時だけあるやつなんですよ。で、あるかどうかようわからんってやつで、ちょっとね、これが一部今変わってきて、現行は少し今いつでも使えるもので出てきてるんですけども、例えば仮設住宅の見守りとかね、あの東日本大震災とか熊本地震でもよう言われましたよね、コミュニティの再建どうなってんねん、ああいうのとかですね。あとは、東日本の時は緊急雇用ってやつですね。仕事なくなんねんから雇用創出せなあかんやろみたいな、こういう話、これだいぶ後につきます。これタイムラグがあるんですよ、間。これなんでかっていうと、結局国会で補正予算通さなあかんからです。これは必要や、こういうの大変やから社会を挙げてなんとかせなあかんと、まあ、こうなった時に国会審議を経るんですね。だからものすごいタイムラグがある。東日本大震災の時に仮設見守りせなあかんで最初から言われてたけど、見守りできるようになったのは多分8月とかでした。3月に起こってやっぱり5ヶ月ぐらいタイムラグあるんですね、まあ、5ヶ月4ヶ月5ヶ月、すごい急いだと思うんですけどね。そういう形でやっぱり国会の審議を経るので大変と、まあ、こういうことになります。その時に初めてある種支え合いセンターみたいなものとかですね、人をこう支えていくような制度がついていくと、まあ、こんな形になってるんですね。で、実際これを今もうちょっとこと細かくするとですね、今なんか思いません、いろいろ漏れそうやありません、さっきの脆弱性の話とかからしたら、家の壊れ具合だけで全部判断してるんやったら、家壊れてへんねんけど仕事失ったとかですね、なんかあれ
なんか障害負ってしまったんやけど微妙に軽くてなんかどうしようかなみたいなとか、全部なんかあれ支援制度対象外って見えませんかね。まあ実はその通りなんですよ。対象外になっちゃう。ここにいろんな混乱が生まれるということになります。で、まあ、分かりやすくするためにですね、まあ、基本的には日本の災害制度って先見た通り家の壊れぐらいなんですよ。避難した時誰でも OK よと。その後は仮設住宅で自力再建か、それでも難しい人は災害公営住宅と、この屋根をこう進んでいくように制度設計されてるんですね。で、真ん中の応急仮設っていうのがいわゆる仮設住宅のところですが、その時に罹災証明書いるぜと、まあ、こういう制度運用になってて、災害公営住宅でも罹災証明書いるぜというふうになります。で、ちょっとだけ補足的に金銭がね、さっき被災者生活再建支援金と言いますが、補足的な金銭給付が出て、で大規模災害だけ、ああコミュニティのさこと考えな、見守りがいるぞとか、生活再建どうすんねみたいな話になるということなんですが、まあはっきり言うと各段階全部被災者の結構大きな部分が漏れていく構造になるんですね。一つ目、避難所の段階、避難所来たら誰でもサービス受けれるよって言いました。来へんかったらどうや。例えばここにいらっしゃる女性の皆さんに結構多いですね、避難所行きたいですかね、あんな避難所隣で誰が寝てるかようわからん、そもそも行きたくないですよね。もっと言いましょう、例えば障害を持った、例えば自閉症スペクトラムのお子さんを抱えられているご家族、行けると思います？あそこに。まあ無理ですよね。うちの介護サービス受けてるおじいちゃん、あそこに連れて行けますかね。きついな。要はしんどい人とか、マイノリティと言われる人とか、やっぱりちょっとこう弱い立場に置かれてしまう人って行きづらいんですよね、避難所に。でしかもあんなところで収容人数が足りないレベルの災害来たら、みんな家で引き込む。そうすると東日本大震災の中では在宅被災者、要は家で、治ってない家で住んである人がいっぱい生まれたんですね。ここどうやってサービスすんねんって言ったら、別にサービスできないんですよ。避難所は設置できますが、避難所に物資持っていくことはできますが、避難所以外のところにサポートすることは被災者災害救助法で規定されてないんですね。できない、まあ、やろうと思えばなんとかできるかもしれないけど、サテライト避難所みたいなのを置いてとかですね、わけわからん運用になってしまいます。で、2つ目、いわゆる仮設住宅、2段階目ですね。仮設住宅、皆さんイメージしてください。仮設住宅、おそらく多くの方が建設現場の横に立ってるような、ああいうプレハブ建てのものをイメージしたんちゃうかなと思います。実は今ちょっと先ね触れましたけども、今はそれはマイノリティなんですよ。だいたい7割から8割はみなし仮設と言われるアパートに、普通のアパートを仮設住宅扱いしてあります。これいいことばかりですね。だってすぐ入れるし、水準も基本的にはね、普段市場で取引されてるようなもんやからええやんと。もうプレハブ仮設なんかあれですよ、下木の杭ですからね、その上に家乗ってるみたいなもん。そんなものとはええやんっていうところもあるかもしれませんが、これ旗と困ったこともあるんですね。これ被災者の方どこ住んでんねやろ、誰にも分からへん。行政の方はリスト持ってたりするから分かるかもしれませんけども、それ以外の方、もしかしたらうちの隣は被災された方かもしれんっていう状況が街中を襲うんですよ、地域中。今までやったらボランティアで仮設住宅支援行ったらええわって言ったことが、どこ行ったらええんですかって、まあ、そういう話になる。見えない。でさらにはこれですね、東の時は原発でしたけども、これ南海トラフは絶対起きます。長期避難ってやつです。広域避難とか長期避難って言われるものです。例えば徳島で災害に遭われた方、おそらく神戸や大阪に行かれます。これ誰がサポートするんでしたっけ。正解は徳島市の方が行かれないと徳島市の人です。今のところ法律の枠組みや、大阪に行こうが北海道に行こうができるわけないですよね。これが実は法的には肩がついてない問題ですね。誰がやんねん。で今回原発被害があった人、まあ、かなりいい自治体さんの場合だったら自治体も支援してはるんですよ、避難先でね。でも全然ノータッチの自治体もありました。で本当にもう NPO だけがサポートしてるみたいな人たちもいっぱいいました。原発被災ほぼ同じことが南海トラフでも起こると思います。まあ、どう考えるかっていうのは今日はちょっと触れませんが、考えていただければなと思いますが、まず在宅の話ですね。これ避難所の環境が悪化してしまったんですね。これ石巻がすごく多くなっちゃったんですけども、これ左側写真ありますが、家明らかにね屋根まで来てるんですよ、水がね。
でここに住んでこういうところですね。これ4年後の写真ですが、まあ、はっきりと10年後もあります。こういう人たちが、まあ、3桁近くいらっしゃるってことですね、で家の中見るとこう段ボール貼ってあって、あんまちょっと映せてないですが、こんな状況の家ではっきりとら1階が水浸しになった後やから、居住性能戻ってへんと、ひどい家で1階こう訪ねたお宅、お年寄りの家だったんですけども、あの1階でなんかバケツみたいなのをちょっと蹴ってしまったんですね。であーって開けはったんです。で1階も全部水流されてある。でトイレもない、お風呂もない。でよくよく2階上がって聞いてみると、トイレないもんやから2階でおまるにでトイレをして、お年寄りですよ、おまるでトイレして、そのバケツでもって下水道に流してたとしたの。4年後です。それなんでこんな、まあ、やったら生存権も保障されへんようなところで住んではんねん、なんか制度あるやないかいってなるんですが、残念ながら仮設住宅入る資格がなかったんですよ。明らかに家は全壊ですよ。なんでか、その人方は応急修理制度っていう、これもまあ難しい制度なんですけど、災害救助法に基づく制度があって、言ったらちょっとだけこう直すのにお金出るんですよ、家。この当時52万円、今59万円ぐらいかな、分ぐらい直せるんですね。で、当座、あ、石巻半年ぐらい避難所空いてましたから、で、はっきり言ったら家完全に流れた人もいっぱいおったんですよ。そしたら避難所しか行くとこないです、その人たち。だからそれ以外の2階だけの残ってる人はやっぱ帰ったんですよね。で、遠ざすむためにそれを使ったがために仮設住宅に入る権利を失ってしまった。52万円です。仮設住宅、宮城県ちょっとあのアホやった部分もあってですね、1000万ぐらい買ってます、1棟。片や1000万、片や50万。なんか変やなと思うかもしれませんが、そういう制度とそういう運用にしなさいっていう風になってるんですよね。それで結局在宅被災者の問題がはっきり言うと解決しないまま今に至っている。だこの在宅っていうのをどうすんねんっていうのは今国も含めて大議論になっているというところになります。で、みなし仮説とかの中でもですね、この問題も大変なんですね。これ多分南海トラフもそうなるんちゃうかなと思うんですけども、これみなし仮説、仙台市のみなし仮説の調査データなんですけども、見てほしいのが完全失業者と、上から1、2、3、4、5、6列目のところですね、いわゆる失業率です。みなし仮説 19.2%、 その当時 5% ぐらいです。宮城県で見ると 19.2%。 仙台ってもっとね、供給いいとこですよ。本来は圧倒的に仕事ない人がいるんですよ。で、3年後も 13.7%。 そりゃそうですね、家壊れただけじゃなくて暮らしに襲ってくるんですね。だから事業所流されたとか、いろんな方もいらっしゃって、いわゆる被災困窮と言われるような状態もあります。だから生活困窮とか、これ福祉とかの問題も出てくるんですけども、いろんなものもある。ただ当然なんですが、今の失業率なんかで見るとですね、しんどいのは当たり前ですよね。なんか仕事なくて次の住まいどうしようかって、お金ないんやもんって、こうなってしまうんですが、今の支援制度全部全壊か半壊かとかいう家の壊れ具合で結びついてる。ほんなら仮設住宅とかいろんな支援制度がある、全壊とか団規模半壊とそれ以外のところと、失業率も変わってくるかって、そんなわけはないんですね。上から1年後の調査 15.9、16.3、16.7、 全く関係がない。でも一番下の層は支援制度がない。これはいわゆる困窮、生活困窮みたいなことだけなくて、例えば障害とか、まあ、障害手帳持ってますかみたいな話とかですね、要介護度とか、まあ、社会的にしんどいなって思われてる人たちにとっても同じです。ほぼ同じ結果になる。要は家が当座あるかないかだけで支援制度を全部設計してるって無茶なことになってるんですね、日本の災害の制度。なんでそんなことなんねやろうと思うからしょ、そうなってるんですよ。だからさっき言った脆弱性なんて家だけしか考えられてない、こういうことなんですね。で、なんでこんなことなるんやろうと。こんなこと、実は大事なことがあるんですよ。社会保障の制度展開の中で実はその答えが隠されてるんですね。これ今言った災害救助法、1947年にできた古い法律やと言いました。1947年ちょっと考えてみていただきたいんですね。どんな時代背景か。戦後すぐですね。戦後すぐで、まだ日本は占領下です。今の憲法はいつできたでしょうか。1946年。皆さん自治体の方多いですね。地方自治法は
ご存知ですよね。1947年、同じ時期です。生活保護法、1946年に旧法ができています。今の現行法は1950年、昔は結核条項というのがあったんで、ね、それで改められたんですね。まあ、そんな言ったら国の根幹を作っていくような法律が作られる時期に、当然その時占領下です、日本。実は GHQ の提案で作りなさいっていう風になった法律だという風に分かっています。で、これで何をしたか、 GHQ の皆さんいろいろ考えたんですね。いや、日本政府よと、まあ、これ実は昭和南海地震が原因だと言われています。これ全然対応できへんかったやんって。で、今から日本ってさ、福祉国家になっていくんやろと、社会保障とかもやっていくんやろと、これ災害もちゃんとやらなあかんやろと。でもさ、あんたら戦争したよなと。で、その時さ、国が全部統制してさ、町内会まで含めて翼賛体制に組み込んだよなと。だから国の皆さん、あんたらが勝手にやるのはあかんと。これからは地方自治の時代やと。だから地方自治体が仕事としてやるんや。こういうふうに作ったんですね。だから今でも災害救助法は知事の仕事です、やるのは。でも一条には国の仕事って書いてあるんですよ。あれ不思議やなと思うんですが、要は国はお金出せよと、知事がそこにあんまり言うなよと、知事が勝手にやるんやぞと、まあ、こういうことを GHQ は意図したわけですね。ただその時に国やと、まだ選挙も始まってないんですよ、知事の。知事感染って言って内務省の役人がやってた時代ですね。だからまた感染知事の時代に戻るでって、地方自治なんかようわからんわ、でもそういう時代状況で作られたものなんですね。なので知事の仕事って書いてるけども、いわゆる機関委任事務ってやつですね、法定自宅事務と今言われますが、国の機関の地位として仕事をすることって、まあ、言ったら GHQ をたばかったんやと思うんですね、正直言うと。任せられるかい、そんなようわからんものにと。だから国がやるんやって言って機関委任事務にしてあって、国の国事に基づいていろんなことを自治体が選んにゃあかんと、まあ、こういう法律になってしまってます。で、さらにもう一つ重大なことが起こってます。民間、例えば企業とか NPO みたいなのが入らないんですよ。一個だけ入る民間、民間って言ったら不思議な組織ですけども、赤十字だけは入っていいよって書いてある。なんでか、これもさっきの国の統制の話なんですね。いやいや日本よと、経済もさ、統制会作って統制したよなと。国とそういった民間企業が直接やったらさ、お前ら統制してまた命令するやろと、それはまかりならんよと。でもさ、民間ってすごく大事やねんと。例えば連合国がね、アメリカも災害の時ってあっちはな、アメリカの赤十字社が避難所とかやるんやと。だからそこの救援の力ってすごい大事や、寄付とかな、ボランティアもすごい大事やで。だからそういうのは力使った方がええねん。だからあんたらが喋っていいのはそういうのを調整する赤十字社だけや、そこだけは唯一喋ってええでって、まあ、こう書いてある、15条に書いてますね今も。こういうものになったんですね。でもさて、その時その NPO とかボランティアみたいな話って分かったかどうか。関東大震災の時はボランティアみたいな世界できたんですね、一瞬。いわゆる社会事業ってやつで、今の社会福祉法人の原型なんかそういうところでいっぱいできてるとこあるんちゃうかなと思いますけども、戦後戦争していく中で全部潰されてったんですよね、統制されてった。だからなんか困ったんですよ、ボランティアってどう訳そうかって。今でもありません、古いお家だから、ね、赤十字奉仕団って書かれてるんですよ。ボランティアの翻訳が奉仕です、奉仕団でした。なんかちょっとイメージ違いますけどね、今のボランティアとは。まあ、そういう状況になっていったんですね。だから結局赤十字でほなやるって言っても、うん、どないして調整したらええかってなって、今でいうところのボラン災害ボランティアセンターとか NPO との連携みたいなことを起としている法律なんですけども、それは実際できるのは阪神淡路大震災1995年を待たなきゃいけなかった、こんなことになってしまいました。で、こんな災害救助法大変なんですね。そういう時期にできたので、言ったらまあ災害救助法、ある種の生存権保障を謳った法律だったんです。なんでか、実はあの GHQ がちょいちょいちょいと法律作るからお前のところで考えって呼ばれたとこ、これ厚生省の保護課、いわゆる生活保護のセクションなんですね。今だとケースワーカーさんなんかやってる仕事、あのセクションが呼ばれて作れって。要は言う、まあ、平時は貧乏かどうかチェックして、作るべき人作らなあかんで、それが仕事やで、福祉国家やでと。
でも災害時はそんなチェックの意図もないやろと。だから誰でも無差別にどうぞと。しかもお金もね、災害の時とか聞かへんような状況やから物持ってってやらなあかんでと。お前ら配給とかようやってたやろ、あれやれって、まあ、こうやって言ったんですよ。でこう作らした。でも自治でやらなあかんでって言ったところは、うーんって思って、ある意味では国でぎっちりモラルハザードを防ぐぜっていう仕組みになっちゃったんですね。だから今でも国の黒人に縛られてますね、自治体も。もうそういう時代で、その後だらっと変わってくる。最初のね、絵のイメージ、下にこう綺麗な高速道路、上の方にはなんか貧しい暮らし、まさに貧しい暮らしっていうのは災害救助法の時代、戦後の焼け野原の時代の法律がそのまま使われている。下の黒の方はどうなったか、伊勢湾台風がきっかけでした。これ台風やのに5000人以上死んだものすごい災害で、わーってこう伊勢湾を登ってきたわけですよ。そうするとまあ当然愛知県とか三重県なんかものすごい被害が出る。でそれまでは自治体でやれよって言っても、こんな壊れたら自治体の財政では難しいですわ直すんと、まあ、こうなったんですね。でもこう上がってって岐阜とか富山とかあっちの方もやられたわけですよ。うちも大変や、うちも大変やってみんな通ったとこ全部言い張った。でその年の国会議員が、いつも大変や、うちも大変や、うちも激甚地に指定しろ、こう手を挙げたから災害国会と言われています。霞が関が激甚地なんていう、まあ、いわゆる予算分取り合戦をしたんですよ、各議員さんが。でこれに参ったってなっていろんなことが決まりました。まずはちゃんと投資して被害出んようにしましょうと。これは災害対策基本法なんかで作られていくんですね。で予防することもしましょうと、今の防災行政の根幹の法律です。でもう一つ大事な法律が決まっています、激甚災害法ってやつです。今でも新聞読んでると、大きい災害があると激甚して急ぐとかね、そういう表現が出ます。これ何してるかっていうと、激甚災害やでこれはって、あんたのところの自治体被害ひどいでって指定されたら、分かった、お前らだけで直すの大変やろ、国が直すの面倒見ちゃるって、こういう制度なんです。いわゆる補助率がアップする制度ということになってます。それでああよかったねと。これ何意図したかっていうと、うちも激甚地指定しろ、うちも激甚地指定しろっていうのを避けたんですよ。大蔵省も含めて嫌やったんですね。あの議員さんの言うこと聞かなあかんのかとか、ここはどうなんかなっていう、まあ個別交渉が始まるわけですから嫌やった。まあ、一律の率にしたんですよ。これぐらい被害出たらこんだけですよ。そうしていわばハードはほっといたってお金が来て治っていくと。ほっといたも治れまへんけども、少なくとも金の心配せんでええと。そういうものになったのにどんどん直していくんですね。でも暮らしは1947年の世界のまま。そりゃ問題起きますよねと。次起こったのが懲役刑法とか、怪我したりお亡くなりになったら出る問題起こりまくってたんですよ。この時どんなことを言われたか、いやいや災害はいっぱいこう保障されるけど個人の保障が全然ないやろ、個人災害を保障しなさいと、まあ、こんな議論が巻き起こって、いわゆる社会に突き起こされた議員さんが法律を作る。普通は内閣が作るんですね。内閣、ほとんどの法律は内閣が作りますが、議員さんが法律を作る。でなんとか困った世帯にお金をっていうのが災害懲役刑法ですし、阪神・淡路大震災の時もそうでした。いわゆる被災者生活再建支援法っていうのは、港は治る、道路は治るけど家が治らん、どうすんねんって言って、法律ができるやろうと、いやいや個人財産の形成につながるから国としては認めがたいとかね、こういうことをやり取りしながら議員立法で作ったのが被災者生活再建支援法。でも同時期に NPO 法もできてますね、まあ、こっちの方が実はインパクトになった法律だと思いますけども、最終的にはまあ、こういうものができた。これが阪神・淡路大震災。でもこれがまた歴史のね、もしもがあれば、もう少し阪神・淡路大震災が後に来てくれてたらまた変わってたんちゃうかなと思いますが、違ったんですね。95年っていうのはどういう年やったか、1995年、今使ってる社会保障のサービスのほとんどの法律がない時代です。例えば介護保険法1997年にできて運用2000年です。障害者自立支援法2005年、DV 法、ホームレス自立支援法というのも2000年代なんですね。で今自殺対策基本法とか生活困窮者自立支援法2013年ですよね。要はこういう現代的な自立支援というような法律がいっぱいできてきて、例えば介護をするのも行政だけじゃなくて、行政なことをしないですよね、お金しかしない、 NPO だったり社会福祉法人だったり株式会社だったり、そういう人たちがいろんな福祉社会保障を支えるような時代になったのに、災害との結びつきがほとんどないんですね。だから東日本大震災の時に、例えば在宅の高齢者とか、なんか少子高齢でどうやんねんこのコミュニティの再生みたいなところとか、
なんかそういう問題が山ほど出てしまう。そういうところに対応するに災害の法律ができてない、こういうことだったんですね。なのでこういう構図です。左側社会保障の歴史です。下側が1950年で上が最近に近づいてくる。最初はまあ社会保障、福祉とか生活保護とかそういうものっては行政の仕事でしょってなってたのが、あと一部の社会福祉法人さんでやりましょうやってたのが、医療ってなるとそうはいかん、お医者さんは民間ですからね。国民皆保険できるのが1960年頃。それ以降こんだけ高齢化してきて障害もいろんな形でみんな負うリスクですよね。だからこれ施しのお恵みの福祉じゃダメじゃんって、誰でも使えるようなものに乗らなきゃいけないっていうのが、だいたい90年代ぐらいから始まる社会福祉基礎構造改革ってやつです。その結果できてくるのが介護保険法や障害者自立支援法。当然行政だけではできないから、担い手も医療法人はね、あの国民皆保険の時になりましたけども、非営利組織 NPO とか営利法人とかいろいろ増えてくる。株式会社の方も今や介護サービスしてる。こういうふうに社会保障って変わってきたんですね。でも羊は同じ、ちょいちょいって呼ばれたのは生活保護の担当でした。災害救助法は災害ってたまにしか来おへんから議論起こらんわけですよ。ずーっと行政の仕事でも、どうでしょう皆さん、行政の皆さんで福祉の仕事してる人っています？ほんまに生活保護のケースワーカーだけだと思いますよ。あと、まあ、児童相談関係人一部いるかな。介護とか障害者のサービス私できますっていう人ほとんどいないですよね。あと保健師さんかな、保険関係の仕事、それぐらいしかないはずで、大概の福祉的なものっていうのは民間がやっとるけども、災害来たらもう担い手は行政だけで、これで全然動かへんってなってできたのが実は DMAT とかやったりします。災害医療ですね。いや普段医療は民間でやってるのになんでこんな時こんな混乱すんねんって言って、民間側で災害医療のチームを作ってやりましょうっていう動きになりました。ただお金どうすんねんって言ったら、災害救助法しかないねんっていう形になるから、過去災害救助法って DMAT 書いてますけども、 DMAT の、まあ、最近だいぶ自動的に動くようになりましたけど、まだ動かへん県もありますね。一番最初の仕事は DMAT 何するか、都道府県に応援要請を出させに行くっていう仕事があります。これ大変な災害から応援要請してくれと、それで災害救助法のお金をこっちで使えるようにしてくれと、高専と DMAT 動けないわけですよ。だからお金は実は自治体、不思議な構造ですね。こんなことになってる。なので被災者支援言ったら、今の社会保障を担っていることのすっぽりと抜けた状況で、しんどい人、本当にサービスしている専門の人たちがいない状況で被災者支援をせんとあかんと、こんなことになってるんですね。しかも輪をかけてひどいのが、ほんまに自治体の皆さん災害得意でしょうか、こういう問題が残ってるんですね。これちょっと難しい図なので、言葉だけ聞いておいてたら分かるように喋ります。実はどの災害でも混乱するとこ同じなんですよ。どこが混乱するのか、ピンク色でかかってるところですね。食料、生活用品、住環境、下の方ですね。いわゆる避難所とか物資とか混乱してますよね、あの写真ね。なんで戦後と戦前と同じやねんって、こういう話で、もう一つ医療とか福祉、先の在宅の問題とかそうですよね。なんか自死とかみなし仮説でしそうなんやけど、どうしたらやろうみたいな。あ、今は自殺対策基本法が、いやいや災害ですって、災害の時誰がどうしたらいいの、何が起こってるか。要は、あと混乱シーンとかも言っておきますね。救命救助とか治安維持とか、あとさっきのねハード整備、簡単です。救命救助誰がやるでしょうか。消防、自衛隊、治安維持、警察、公共土木施設、どう考えても県や市の市町村のなんか土木課とかの皆さんですよね。発注するのは、まあ、仕事するのは民間ですからね。どういうことか、要は平時から行政がの方がしてる仕事っていうのは混乱しないんですよ、まあ、端的に言うと早回しするから、災害を送ったら。でも医療とか福祉とか普段やってません。食料、皆さん普段どこに買いに行きます？行政に配給受けに行きますか？行かないですよね。スーパーマーケット行きますよね。レストラン行きますよね。普段はほぼ全部民間がやってるんですよ。家、屋根、どこで買いますか？不動産屋さんですよね。どういうことか。
普段民間でやってるところがいつまでたっても混乱し続けるんですよ。でも災害時これ誰がやることになってるか、行政の皆さんです。やったことありますか？食料の配給、スーパーマーケットの人以上にうまくやれると思いますか？行政の皆さん、難しいですよね。でも行政の皆さんがやりなさいっていうことに法律上なってるんです。だからどうしようってよく見る光景です。災害のために市役所の前にうずたかく物資がわーって包まれてる。仕分けもされてない。どこにどう持ってったらいいかよう分からへん。パレットって何ですかみたいな、あの運ぶね、もらいますよね。あのフォークリフト使うときにいりますよね。もうそういうレベルでしか物資の調達を扱ったことない人に全てを私たちの社会をお任せしてる。でしかも災害はいろんな社会問題の中でも特徴的なんです。ある地域にたまにしか来へんのですよ。例えば貧困の問題、今やとね孤立孤独の問題、全国どこでもあるからみんなで考えてやらなあかんってなるじゃないですか。世論も動きやすい。でも災害どうでしょう。ちょっと前までね、あのすごく近くの海越えた先の県、岡山県さん、晴れの国岡山って出てはりましたよね。うち災害来なんですよって来ましたね。そんな感じになっちゃうんですよね。熊本県もそうでした。うちは災害ないんです、まあ、あるんですけどね。地震来へんとこなんてないですよ日本。でも慣れてないわけですよ。であんな大きな災害を経験するのって行政の皆さん一生に一回あるかないかですよね。そんな人が全部背負わなあかんと。日本の法律はこうなってるんですね。なので災害のたびに一番最初に見た写真の避難所の光景が繰り返される。あんな避難所国際的に見てもありえないんですよ。でも繰り返してる。それが日本の災害の法制の今ということになります。そんなんしたくないんですよ誰も。でもそういうことになっちゃうんですよ構造的に。これどうするかという話なんですね。でその処方箋の一つが災害ケースマネジメントということになります。いろんなことが起こるんですね。一応災害ケースマネジメントの定義とか説明、時間が近づいてきましたが、被災者に個別に寄り添い個別の被災度合いを把握し、平時の福祉制度も含んだ支援メニューを個別に組み合わせた上でワンストップに支援を実施していく仕組みと私は書いてます。内閣府の人もなんかいろいろ書いてます。これご関心あれば読んでください。どれ読んでも大体似たようなことです。これ NHK がこう言ってるのはこういうのです、気になれば読んでいただければと思いますが、ちょっと今から図で説明するのでそれを見ていただければいいと思います。あの仙台市なんかでね、東日本大震災の時に最初の例が出たなんていうふうに言われますが、何したか。仙台市さん困ったんですよ。やっぱりようよう見てみると支援制度と全然実態が合ってへんと。家の壊れ具合で決まってるわけじゃなくて、このじいちゃんどうしようかとか、この人仕事ないねんけどなって、次の家どうしようか、もうこんな実態やったんですね。これあかんってなって、仙台さん何したか。一軒一軒家訪問してその人たちの状況聞き取って分けてったんです。一番上の青いところ、あ、情報提供さえしてれば大丈夫やな、ほとんどの人大丈夫なんですよ。この人6割3分の2ぐらいこういう人です。でもやっぱり福祉制度なんか使わんとちょっと生活が維持できへんなっていう人が2番目の日常生活支援世帯、3番目は住まいの生活再建支援世帯です、端的に言うとお金がないことが多いですね。次の家が確保できない場合によっては就労支援いるみたいな。だから就労支援の推進って書いてますよね、緑のメニューの支援策や対応のところに。でその2と3の掛け算が4の世帯と、こうなりました。要は生活の能力と住まいの再建、金銭とか見通しなんかを掛け算して、1はどっちも高い人、大丈夫やと。で2はちょっとこう福祉的な支援いるかなっていう人、3は福祉的支援というよりはどっちかというと再建の能力でお金ないなみたいな。で4はどっちも掛け算と、こういう形で絞っていって、できるだけ1の方に行け1の方に行けって、こういう支援を展開したんですね。なので最初シルバー人材センターの人がわーって個別訪問しててですね、仙台市に戻ってきて、仙台市の人はわーってその人の訪問結果を聞きながらデータベースに打ち込むんですよ。あの世帯どうやった、こうこうこうで、あそこはまあ大丈夫ちゃうかなと、でもなここはこういうことで困っててな、こういうふうになって、こうちょっと今からしんどいんちゃうかな、はーはーしんどいんかと、こうやってデータベース入れていくわけですね。でそれをいわゆる福祉の世界でいうとこのケース会議ってやつなんですけど、支援者
区の人とか、区もね、保健福祉関係とか、まちづくりの人、障害高齢とかですね、あと社協さんとか NPO とかで集まって、この人どうしようかって言って、うん、こういう支援してったらええんちゃうかなって計画を一緒に立てる、プランニングってやつですね。アセスメントしてプランニングして、で実際いろんな支援制度をその人にオーダーメイドに組み合わせていくと、こういう仕掛けをしました。例えば個別訪問だったりだとか、いわゆる保健師さんがしっかり回りましょうみたいな、就労支援なんかは生活困窮者自立支援法を使ってやってます。ただそれだけじゃ難しいので、例えば弁護士さんとの連携の中は特別な予算を使ってとかですね、あとは今でいうとこの住宅確保要配慮者への支援ってやつなんですけども、伴走しながら家を決めていく作業とかですね、こういうこといろいろやりました。そうすると他の地域だいたい8年ぐらいかかってるんですね、仮設住宅なくなるのに。仙台市だいたい5年で終わってます。しかもほぼ紛争なし、軽装なしという形ですね。やっぱり早かってみんな良かったねと。手間はかかるんですけども、この方が良かったね、これいいやんという形で、まあ、これを災害ケースマネジメントと呼んでます。要は被災の影響を個別に把握して、みんな違う影響を受けてるわけですよ。そりゃそうですね、家の壊れぐらい全部分からへん。例えば普段から高齢でとかのと障害を抱えてるとかもあるかもしれません。その期に仕事がなくなってしまったみたいなことがあるかもしれない。みんなバラバラなんですね、影響は。災害のだから多様で重層的な課題もみんな抱えられているので、影響を把握して支援を組み合わせて、平時の制度と災害の制度どっちも使いながらオーダーメイドでやっていきましょう。このやり方を災害ケースマネジメント。当然いろんな支援制度を組み合わせるので、行政だけでできないこといっぱいありますよね。さっきも福祉のところってサービスをほとんど民間でやってませんって言いましたよね。そのも組み合わせると、こういうことが大事やということが分かってきたわけですね。で、例えば一番最初制度化したのは鳥取県ということで、まあ、全国発生制度化したというふうに出てますが、いろんなメニューがあって、実は全国のやってないところで、実際災害が起こってないところで初が徳島県だったということになります。で、今やそれがまあ国でもねやりましょうよと言ってるので、まあ、いわばここの領域ですね、災害ケースマネジメント、この領域を埋めなあかんと。なんせ行政だけでやってもしんどいわなと、民間が普段やってる、でも法律的には行政がやれってなってる、でも平時の法律は民間がやることになってる、どうすんねんと。ほな連携してうまく平時の仕組みをうまく使いながら、災害の仕組みをうまく使いながらやりましょうや、まあ、それがこの話ということです。まあ、こういうものを今から準備しとかんと、いきなりやろうって言うのも大変なんですよね。いろんな人もいるし、話し合っとかなあかんこともあるし、当然市町村によってね、地域資源の状況なんか変わってくるわけなので、どうやっていこうかっていうことが今課題になってる。それを率先して徳島県さんっていうのは決めていかれようとしているというのが今です。なのでいろんなパターンがありますよ、ぜひ考えていただきたいんですが、まあ、実際展開としては本当にもういろんな災害で使われるようになりました。東日本大震災でも波及していきましたし、熊本地震でもいっぱい使ったし、大阪北部地震とかですね、鳥取県中部地震とかも災害が起こるためにやっぱこれでやっていきましょうという流れになっています。だからいろんな自治体で、例えば、近くやと愛媛県の、ね、宇和島市さんとか西日本豪雨とかもやってはるなと思いますけども、まあ、本当にいろんなところでやられるようになってきています。でこれね、さっき見た鳥取県の県、やつではちょっとすみません、二重になってしまいましたけども、県がこうやるよと、災害ケースマネジメントやるよっていうふうにやってるんですが、それを支えるために県社協さんがちゃんと平時から市町村とか市町村社協の皆さんとかいろんな、専門家の皆さんと一緒にやらなあかんからっていう協議会作って、こう立ち上げるサポートをする施設を県が設置するとかですね。でここ徳島県さんですね、まさにこの83条5項がこの災害ケースマネジメントの規定というふうに言われておりますけども、個々の被災者の被災状況、生活環境にかかる課題の総合的に対応する体制を生活再建するために作りましょうという話でなっています。で実際知事会とかでもこういうの必要でっていうのを要望してはってですね、発災後の総合的な復旧支援、暮らしの再建への支援みたいな、いわゆる災害ケースマネジメントの仕組みを導入しようねって言ってみたいとかでも、これでいろいろ細かいことがあるので、これは気になる人だけ読んでいただければというふうに思うところなので持ってきただけなので言ってますし、ここでもそうですね、被災者支援制度の充実って今年も言ってあります。災害ケースマネジメント制度の確立、まあ、こういう動きもちゃんと、地方自治体としてもやってらっしゃいますし、例えば自民党みたいな政府ですね、政権ですね、政権を与党の方なんかでも、災害対応における縦割りの行政の打破みたいなところと、ケアシステムの進化とかとかですね、災害時における福祉専門職の積極的活用とよく似たような雰囲気もありますし、公明党はもう確実に災害ケースマネジメントの制度化を目指しますって書いていると。
で当然そういう煽りを受けながらですね、いろんなメディアで取り上げたり、弁護士会の皆さんも言ってみたり、まあ、どっちが先やったらこっちが先かもしれませんけども、言ってみたり、全社協さんですね、こういう人たちも必要だぜと、災害法制度の目指して福祉をちゃんと居続けてケースマネジメントみたいなのをしようと、そういうことができるような災害支援センターみたいな、鳥取県みたいなの作らなあかんねんと、こういうことを言うという状況になってまいりました。で NPO の方もこういう提案をずっとしている団体もいますし、災害ケースマネジメントを実現すると、こういうことを言ってらっしゃいますし、実際それを受けてですね、厚生労働省さんなんかはもうずっと使える予算としてそういうのに使っていいよっていう予算を組むようになりました。ここもう数年ずっと組み続けらしてらっしゃいます。投資予算として組まれていますね。いわゆる市町村センターって書いてますが、これがまあ災害ケースマネジメントみたいなしたらいいんじゃないですかって、こういろんなところ見守りとかして安否して、で各福祉専門職をつないで、つなぎ先っていうのはいろいろな平時の世界も含めて、例えば生活困窮者の自立支援機関とか心のケアセンターとか、まあやってることは同じですね。まあ、こういうものできますよという予算も作って、こういうのを使って実は西日本豪雨とかでもやっていくということになりました。で、平時からほんならどないすんねんと、この疑問にもちょっと答えておきたいなと思うんですけども、いわゆる地域共生社会づくりみたいなことをね、進められている地域もあるんじゃないかなと思います。今だと社会福祉法で、重層的支援体制整備ってやつですね、まあ、これのあり方を決める最終報告なんかでもこんなふうに書かれています。なお近年の災害時における支援ニーズの高みまでなどを踏まえると、断らない相談支援をはじめとする包括的な支援体制の構築については、地域から孤立する傾向にある被災者、在宅被災者とかね、の生活の再建にも資するものであり、それも想定した体制を整備することが求められると。分かりますかね。要は災害って私の仕事じゃないよね、そういうことじゃなくて、被災者の人って別によう考えたら一皮むけばできないけど、平時はこれしんどい人やん、同じやん、だからやっぱり平時から災害のことちょっと考えて福祉の体制作っといたり、そういう人たちがちゃんと担い手になれるような体制作りしたらいいんじゃないと。まさにこれが災害ケースマネジメント、非常に整備における大事な考え方ということになりますね。で国もやりますって言ってるんです。今ちょうど災害ケースマネジメントの手引きっていうのを作ってまして、僕も委員で入ってて、ずっと読んでて、なかなかいいもんできてるなと、できてきてるなと思いますが、あの岸田さんなんかもですね、仕組み作り進みたいと言っていただいてますし、骨太の方針ってやつですね、これに乗らんと予算がつかんという絶大な今威力を発揮する、方針になってますけども、そこにもやりましょうということを、まあ、書いていただいているというような状況になります。で内閣府さんこうやって取り組み事例集したり、法律の改正みたいなこともですね、どんどこどんどこ進められているという状況になっています。いわば徳島県さん先鞭をつけていただいて、今追い風、いろんなところでこういうことを取り組まなあかんという状況になっている中で、こうやって、ね、やろうよって進められているところって少ないんですよね、まだまだ。その中で多分皆さんが一番のある意味フロントラインに立って、日本のある社会を変えていけるような位置にいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。少し長くなりましたが、災害ケースマネジメント考え方ね、分かりましたかね。要は平時の、ね、福祉の人のこととかもですね、非常に大事になりますし、どうやって官民で今今日ね、いろんな方集まってらっしゃいます、話し合ってその体制を作っていくのが、当然地域によって差もあると思います。どこでも社会支援がいっぱいあるということでもないかもしれませんし、うち災害関係ないわというところはないとは思いますが、当然ダメージっていうのは違ってくるところも想定されると思います。当然沿岸部なんかは南海トラフを考えるとすごく 大きな被害を受けるでしょうし、中山幹部はもしかしたら支援に回る側になるかもしれません。でもその時に、いやいやうち人員足らんから行けませんねんっていうことじゃなくてですね、あ、ちゃんとこういうルールをみんなで作っといたら中山幹部とか他の県からもお手伝い来てくれて一緒にやれるやんって、そういう体制も作れるかもしれないわけですね、以前から考えておくと。そういうことをぜひ今から考えて、なんとかまだ見ぬ復興ですけども、それを目指してこう乗り越えていただくという整備、本当これは大事な仕事だろうなというふうに思ってますし、こうやってみんな応援できるような体制にもなってきている、進めていただければなというふうに思っております。じゃあちょっと長くなりましたが、これで、最初の講演終わりたいと思います。ありがとうございました。